黒を基調としていてシックな感じです。ホテルの部屋みたい。私はエッグベネディクト来たのでいただきたいと思います。トラベルです。今回は香港国際空港のラウンジホッピングのレポートになります。まだ香港の観光や街の様子の動画を投稿する前なんですけれども、香港といえば空港のラウンジ、特にキャセイパシフィック航空のファーストクラスラウンジが有名ですよね。憧れていたんですけれども、このラウンジホッピングが今回の旅の大きな目的でもありましたので、まずはこちらの動画から皆さんにシェアさせていただこうと思っています。カオルン駅から空港までエアポートエキスプレスに大体2、30分乗りまして、今到着しました。エアポートエキスプレスは綺麗だし静かだし、景色が山も海も見られてとても快適でした。だった。これ何？ウォータースポーツ？カメラのライカもあります。サムソナイトもある。大きい空港です。お、セブンイレブンもあるし。中国銀行もあります。書店もある。噂に聞いていたキャセイパシフィックのカウンターなんですけど、チェックインカウンターが大理石って聞いてきたんですけど、これすごい。これファーストクラス用のキャセイパシフィックのカウンターらしいです。全然違う。かっこいい。って書いてあります。今イミグレーションを済ませまして、制限区域内に入ってまいりました。飛行機が15時5分なんですけれども、気合を入れてかなり早く来まして、今ね9時40分です。すごいたっぷり時間がある。これからラウンジ巡りをしようと思います。ちなみにパスポートチェックなんですけれども、今やったんですが、機械だったんですね。自動のやつ増えてると思うんですけど、スタンプ最後に人のところに行くと押してくれる場合もあるんですけど、香港では押さないっていうふうに言われてしまいました。残念です。スタンプ増えるの結構嬉しかったりするんですけどね。残念でした。
ではこれからラウンジに向かいます。すごい広い空港ですけれども、今ここですね、イミグレーションを過ぎて中に入ってきたところなんですけど、この黄色いところが現在のところなんですけれども、右に行くとすぐカンタスラウンジらしいです。結局なんと4カ所もラウンジを回ったんですけれども、この順番で回ったんですが、1番がカンタス航空のラウンジ、そしてあとの3つがキャセイパシフィック航空のラウンジでした。特に2番目と3番目に行ったのがファーストクラスラウンジだったんですけれども、もう本当に想像以上の素晴らしいゴージャスなラウンジでしたので、ぜひご覧いただきたいんですけれども、かなり長くなってしまいましたので、何回かに分けて今回はカンタスラウンジをご覧いただきたいと思います。JALが見えます。広いです。すごい広いね。いい運動です。JALしてのカンタスラウンジ来ました。天井がものすごく広くって開放感があります。シュウマイ、カレー、味噌汁、ありがとうございます。受けてくれていますありがとう。ハッシュドポテト、お、カレーだ。ジャパニーズカレーだね。味噌汁だ。ここにもいっぱい広いスペースがありますけれど、時間帯によって閉めてるんですかね。ヤクルトいただきます。日本のよりボトルが太くていっぱい入ってそうな気がします。そうだね、サイズが一回り大きい。
今回は香港国際空港の様子とカンタス航空のラウンジの様子をシェアさせていただきました。さて、いよいよ次回なんですけれども、キャセイパシフィック航空のファーストクラスラウンジの様子になります。本当に贅沢な空間でした。よろしければぜひ次回もご覧いただければと思っています。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございました。